テグさん、コースは、岡山県小島郡粒江村出身の元、大相撲力士。本名は、薄入り。1907年9月5日に、岡山県小島郡で、陸軍御用商人の家に生まれる。各界で活躍している同郷の常の花監視に、憧れて、1924年秋に出羽の海部屋へ、入門、1925年1月場所で、初土俵を踏んだ。 四個名の手具山は、現在の大韓民国、手具市に由来しており、このことから、朝鮮半島出身のようにも見えるが、陸軍の御用商人であった父親の仕事の関係で、一家で同地に居住していたことにちなんだものである。初土俵からは、順調に出世していき、1932年に勃発した春十円事件による繰上げ措置で重量へ昇進、同年、 5月場所には、新入幕を果たした。入幕後も持ち味である激しい突っ張りの応酬と、得意の右四つからの左上手出し投げを対応した、殺走たる取り口で人気があった。1934年1月場所では、同場所で優勝を果たした男女の川登りさんを、豪快な首投げで黒星をつけて8勝3敗の、好成績を残し、同年5月場所で、小結び昇進。 1937年5月場所で、関脇に昇進した。関脇で勝ち越してからは、大関昇進も遠くないという声があったが、前田山英五郎に先を越されて果たせなかった。この頃に山品の娘婿となり、年寄り山品を継承して二枚観察で現役を務めた。しかし、日中戦争によって1941年5月場所の直後に、 平役へ服したことで、番付外とされた。1944年1月場所に帰還したことで、番付には乗らなかったものの幕内閣として、土俵を務めるが、平役中の疲労などで4勝11敗と大きく、負け越し、その場所を最後に現役を引退、年寄り専務となった。戦後直後に離婚したことで名跡を間書きへ、変更し、 1950年1月場所限りで、教会を廃業した。廃業後は、実業家へ転身し、父親と同様に商業を営んだ。1983年6月14日に死去、75歳没。ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、出羽の海部屋、春スガノベア P25、大相撲合決列伝。 69連勝の陰に身体障害あり、二葉山沙田寺産経新聞2008.1266時29分。ありがとうございます。